移動しながら一周回ってこちらの神宮通り前公園に戻ってくる形となります。皆様が移動する様子とともに参加している方々のお話を少しずつ伺っていきたいと思います。こうだと思います。何人かの方々はプラカードを持ってこのように整列しながら行進していく形となります。話を伺いたいなと思ってるんですけど、今日はどういったモチベーションでこの会に参加されたんですか？そうですね、歩きながらですね。いや話しにくいですよね。主催者の方がおっしゃってたように、はい、政府のに任せでは何事も全く進まないので、やはり高くてのその我々のその選挙がどうもなので、市民レベルでのこの地道な活動が非常に大事かなと思って、普通の主婦なのですができることは参加して、こうちっちゃな力が動かしていけたらなと思ってですね。これどちらからいらっしゃるんですか？武蔵村山市という、ご存知ないようなもう一応東京都なんですけど、はい、端っこの方です、はい、埼玉県の隣の、はい、ちょっと3月11日以降、はい、心の中に思うことがあって、こういったデモにはよく参加されている？父の介護とかいろいろあるので、あんまりたくさんは参加できないのですが、できるものは極力参加するようにしています。話ありがとうございました、はい、狭い道なのでだいぶ歩きにくい感じになってますが、
各々のペースでゆっくり歩きながら坂を登って出ます。アイダブル勢なんですけれども、はい、お話伺いながら一緒に歩いていても大丈夫ですか？大丈夫ですか、はいはい、私は全く個人 の、 あの、はい、資格で参加しているだけですから、あの、もうそれもな、あの個人の皆様個人個人で参加されていると思うんですけれども、はい、あのどういったモチベーションで今日はこちらのデモに参加されたんでしょうか？形式的にはね、私のあの何ですか、あの一緒のサークルの人と誘われたところ。サークルっていうのは何のサークルを？あのね、海外のサークルです。サークルなんですか？だからあのこの原発とは何ら関係はないんですけども。英会話はいつから始められたんですか？いや、もうかなり前ですね。6、7年ぐらい前ですね。どういったきっかけで会話は？どういったきっかけっていうか、あの、なんて言うんでしょう。同好会ですね。要するに、あの、英語を喋りたいって人だけがこう集まって、で、区が、あの、なんていうか、バックアップっていうか、場所を貸してくれてるだけですけどね。あの、区の公民館を利用して、それで先生も僕たちが見つけて呼んできてやっています。でその中にこういった脱原発の行動をされている方がいらっしゃって、あの彼女だけです。あの向こうにこ、ね、ちらの方ですね、はいはい、でそれはまあいわゆるなんて言うんでしょう、具体的な理由ですけれども、もうそれはあの何ですか、反原発だからやっぱり参加してるんですね。誘われて、あの心の中にはその反原発の気持ちがあって、はいはい、まあ、あのフランクで私の家内のね、はい、親戚がみんなあのオナーマー近辺に固まってるんですよ。でまあ、あの私の私はまあその家族のことはあまりよく知りませんけども、おばさんだけはよく知っていて、そのおばさんは今90歳になる、長生きして、はい、あの空襲も経験してますし、それからあの津波も経験してる。でまあ行き来があるもんですから、まあ、なんていうかあの福島の人に対してはですね、まあ、なんていうか気の毒だなという気持ちは、まあ、もともとからあります、はい、初めて参加されますこういったデモは？これ3回目です。だけどもあの、ま、あの前のデモはもう大きな規模 の、 あ、 の、あれは何日でしたか、ね、9月の何日の 10万人デモですかね、はい、ああいう大きなデモばっかりだけですけどね。彼女は、まあ、静かなデモに参加しましょうというし、それから、まあ、趣旨がこの福島のことなんで、あのここに来ました。1年経ってみてご自身の中で、あの3月11日の震災とその後に起こった福島第一原発事故に対して心境の変化だったりとか、今後はこうしていってほしいっていうような思いは、今後はこうしていってほしいというような思いがありますか？うん、あの今さっきあの主催者の人がね、はい、話してて、ここにも書いてあるこの要するに被害者に対するね、なんていうかあの、差し伸べる手が遅いですよね、何についても。今のやり方はね。だからまあ、もっと、なんていうかな、親身になってた、なんていうか、助けてもらいたいという気がします。一人一人しておかずにきちんとケアをしてほしいという思いで、はい、お話ありがとうございました。随分先頭集団と間が空いてしまったんですが、ちょうどいい具合に信号待ちしているのであなたを見られそうです。
ね、これって清志郎？そうそう。あ、かっこいいです。清志郎を背中に背負ってます。素敵ですね。赤い点で。はい。あ、本当だ。あ、素敵な。でこちらのすみません、これとても素敵なイラストなんですけど、これはユギさんの。ユギさんの。ユギさん知りません？すみません、存じ上げません。ユギなんじゃないの？あの、はい、これいっぱい、はい、あの、あ、ちょっといっぱいネット上で、でユギさんっていうイラストレーターさんが子供を守りましょうっていうイラストをこうやって描いて、それでインターネット上でその自分の絵をこういう時に使ってくださいっていうふうに公開してるんです。すっごいあの面白い人だですよ。ぜひ。はい、ありがとうございます。ユギさん、女の人、女性の方、木編にユーに、ユーズのユーで、でユギ、ユギさんっていうイラスト。何、ことあるようなない。いろんな方がこうやって原発活動、原発活動をしてらっしゃって、イラストレーターの方だったり、あと世界の人たちも、音楽家とかね、何、芸やってたりとか、ラップやってたりする若い人、若い人たちも結構いっぱいそういう歌を歌ってて、若い人に考えてほしいから、そうやって若い人とか、こういう絵を描いてくれる人とかのをみんなに紹介できればね、若い人がまた考え自分の問題として考えてくれるといいなと思いますよね。はい、お話ありがとうございました。あ、IWJ っていう。あ、IWJ なんだ。はい。です。じゃあ IWJ の中に聞けば、ユギさん知ってる。あ、本当ですか。もう絶対 IWJ の人たちユギさん知ってる。本当で。あ、ごめん、これ撮ってんの。それで私はIWJ のサポーターやってます。あ、ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。何も手伝ってなくて申し訳ない。え、どうでもない、サポーターからいます。でもそれだけで応援してます。ありがとうございます。若いのに偉いね。そんなに若くもないんですけど。どうなの、はい。学生さんかと思った。とんでもない。あ、ありがとうございました。すみません、IWJ なんですけれども、お話を伺いながらちょっと歩いていってもいいですか。喋りながらだと疲れてしまうかもしれないですけれど。今日この静かに抗議するデモに参加するきっかけとなったのは何だったんでしょうか。私は紹介です。はい。ご紹介されて。はい。今日はどういったところでこのデモの情報を知って参加しようと思われたんですか。ね、さっきも聞かれてどこで知ったんだけど、はい、いろんな知り合いからいろんな情報をもらって来ているので、はい、今同じ時間帯にあちこちでこういう行動があるってことを知ってますけど、はい、まあ、その中で歩行者通ります。横断歩道開けてください。横断歩道開けてください。今日は静かに歩きましょうという、この主催者の呼びかけがいいかなという、そのいつもとは限らないけど、まあ、私なり友人はもうちょっと年も少し大きいで、長いデモは本当くたびれるんで、意思表示としては何もくたびれる必要はないと思う。だからできることで意思表示をするという意味で、コースは短くても静かに歩きましょうということで今日ここに来ました。はい、なんかデモっ
ていうと、まあ、参加したことのない方々だったりとか、一般的に知られているイメージだと、どうしてもこういろんな主張をしながらこう大きな声を張って歩いていくっていうようなイメージがあるんですが、まあ、そういったものではなくて、こう静かに抗議していくっていうものに惹かれたっていう。私なりにいろんなデモを経験はしてます。だから非常に にぎやかなやり方も知ってるし、今日のような静かなのもあるし、何万人というケースのものにも参加したし、あるいは30人前後というデモもやってます。いろいろ経験してます。3月11日 の震災が起こる以前からもこういったデモ活動はされていたんですか？してます。それは脱原発に限らず、いろんなことでこう社会に対する主張をっていう、今まで続けてきて、3月11日を過ぎてからデモに対する意識っていうのは変わったりしました？私自身は特に変わってません。逆に今日のような、3月11日以後、今までこういう社会的な言動をしなかった、自分には無縁だと思ってた中年より若い人たちが動き出したなということを非常に感じてます。その動きに対してこう希望だったりだとか勇気だったりだとか嬉しいとか、そういった気持ちはあります？若い人が動かなければ世の中変わらないし、これからの世の中を背負っていくのは彼らだし、背負うということはマイナスを背負わなくちゃならないのは彼らなんですよね。私たちの世代ではやり遂げられなかったことを、そのマイナスを若い人たちに回さなくちゃならないっていうことになってしまった。それは非常に残念に思ってますけれど、今若い人たちが自分のこととして動き始めているっていうことに希望を感じます。お話ありがとうございました。実は今日参加したの YWCA のこうお知らせで来たのかもしれないです。私そうなんですか。今後もこういった配信続けていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。今後もよろしくお願いします。表参道を歩いています。お話聞かせてもらっても大丈夫ですか？いや私いやいや、もうあ、そうなんですか。あ、そんないつも取材されている方にお話を伺うのはちょっと勇気がいるんですが、ツイートテレビ、はい、和順亭の四季折々ブログを書いてて、それで、まあ、原発のこの事故以降、やはり既存メディアが真実を伝えないで、まあ、その真実を伝えないメディアに対して、もうこうなんていうか、もうため息が出るばかりのもう日がずっと続いたんですけど、まあ、マスコミが真実を伝えないなら自分から情報を取りに行こうということで、まあ、デモに参加している、まあ、父親や母親が子どもの手を引いてデモに参加しているその思いを、まあ、伝えたりとか、まあ、福島のお母さんが座り込みに来ればそこへ出かけていくとか、
まあ、あの裁判所 の, あのことがあれば裁判所へ傍聴に行って、そして、まあ、小沢さんの裁判をずっと、まあ、追ったりというようなことで、あの、まあ、震災そして原発の事故以降やはりそういう生活をこうずっとしていると気がついたときに、あの、まあ、私の生活も変わっているけれどもやはりメディアも市民がこれだけ立ち上がり始めると報道せざるを得なくなるということでやっぱりこれってあの思ってるだけでは何も変えられないのでこうやって本当に普通の市民が参加していくことが私たちの生活を守っていくことになるんだと信じてあの私のできることを、まあ、しています。今日いろんなところでいろんなデモが開催されているんですけどその中でこの静かに抗議するデモを選んだ理由はありますか？あのやはりその私たちツイートテレビはあのマスコミが伝えないところを伝えようというあのいうことをいつも思ってるんですね。誰かが何か行動を起こしたときにそれをやっぱりメディアが伝えることがやっぱりその人たちだけではないっていうことをあのと思えるようなね。だからやっぱりこれ本当にあの主催団体がなくてあの個人の方がもうあのその思いでこうされてるんですけどやっぱりそれをどっかで伝えていきたいなって多分あの岩上さんのところもあの同じような思いだと思いますけれどもであの清涼会館の方でもなんかあのセミナーっていうんですかそれからデモがあるみたいなんですけどそちらあのちょっとこう行ってさあの私はこっちへ来たんですけれどもやっぱり右翼がかなりもうあの街宣車をあれしてちょっと驚いたんですけれどもで日比谷の方でも今日は、まあ、あのデモがあるということでやっぱりあの式典もですけれどもやっぱり私たち個人が何か行動を起こしてあの行くことがやっぱりその今までの日本にはあまりないことだと思いますけど福島だけではなくてやいつ自分に降りかかるとも限らないやっぱりその時に一緒にこう立ち上がって行くっていうのがやっぱりこれからの私たちにやっかすべきことなのかなって思ってます。だからメディアもいわゆるこういう参加している一般市民も同じ 99% なので思いは違うけれどもやっぱりそれをどこかで誰かが伝えるっていうあの誰のための報道なのかっていうその、まあ、原点に立ち返る時なのかなって思ってます。はい、お話ありがとうございました。続けてお話伺っても大丈夫ですか？すごくなんかワイルドな感じなんですが今日この静かに抗議するデモに参加したのはどちらでこのデモの情報をお知りになったんですか？デモの情報はあの今日ちょっとみんな郡山なんかにも行ってる人いるんですけどもちょっといろいろと午前中あったんで私の方はこっちやということでこれはあのネットで配信そうですね。今日どちらからいらっしゃるんですか？今日は私は三郷です。はい、チェルノブイリの看板をかけていらっしゃいますけれども、これは、来月4月にちょうどやろうということです。写真展そうですね。それと合わせて1年まで福島の問題を取り上げてやろうと。でもお父さんを呼ぼうと。はい、この原発に関しては3月11日が起こる以前からずっと、いやそんなことあのチェルノブイリのことはあの、まあ、もちろんね年なので知ってたんですけども、それほど関心があったわけじゃなくて今回もたまたま中辻さんが写真貸してあげるよっていうようなこと言われたもんですからじゃあやりましょうかということでね。でそれをちょっと他の人に喋ったらじゃあみんなでやろうということで、ですから完全に市民の団体でやってるんで、まあ、お金をかけ集めたりそんな状態ですね。撮られている
写真は福島の、はい、お写真。これチェルノブイリの写真。そうですね。で少し福島の方の写真も今回入れようかということで、ただ会場がねちょっとそんな大きいところお金がないので、そんな大きいところから入れないので困ってるんですよね、どうしようかっていうことで、ただ講演会の会場のところに飾ってもいいのかなっていうことですね。そうそう、まあ、いろんな方々が原発に関して、ね、やっぱり特に集まってるのがね年配の方が多いので、できるだけ若い人たちにね集まってほしいなと思ってるんですね。去年4月の15日16日南三陸から、支援物資持ってですね、あの時福島の相馬の方にも入らせていただいたんですけど、やっぱり南の方は降りられなくて、でその時ちょっと、出会った方とかね方から、そのもう奥さんは、疎開してる、まあ、正解だろうという話をして、あの時のあれが印象がすごくだいぶ違ってましたね。南三陸の時はもう本当に何もなくてすごい世界だったんですけど、本当に何もないからね、ま、たでところが福島の人たちは居酒屋だったので、やっぱり福島の話しかけてね、これからどうなっちゃうんだろう、その辺が温度差が同じ施設だったので、ずっとすごく感じたまま1年間を何もしないで来ちゃった。11日から今日までの間、各々いろんな思いを抱えていると、そうですね、はい、皆さん抱えてると思うんですね。だから私は人たちと話して、まあ、いろんなお手伝いを、ね、したり、いろんな活動をするってことも大事かもしれないんですけど、やっぱりそういう気持ちを、まあ、そういう、ね、被害を受けた人たちの気持ちにこう忘れないで寄り添っていくっていうことは、それぞれの暮らしの中でねできればいいんじゃないかということで、それが一番大切なことなんじゃないかなと思うんでね、それをこう忘れてしまうのが一番ちょっと怖いんで、先ほど奥さんが疎開されていたっていう話も福島の方の伺ったんですけれど、そのオープニングで主催者の方がお話ししていた賠償制度が、うん、きちんと、そうですよね、もちろんとにかくねめちゃくちゃな話なので、まあ、腹立つことはいっぱいあるんですけどね、本当に。ただもう一つ大事なことはやっぱりチェルノブイリの時もそうだったんでしょうけども、結局、まあ、50何基でしたっけ日本に原発があるってね、それをもう作らしちゃったっていうことがやっぱり最大のね我々のミスだろうと思うんでね、やっぱりそこはやっぱりきちっと言っていかなきゃいけないのかなと思うんで、どう考えてもね国の対応もへんてこりんですしね、なんだろうっていうことで、やっぱり人の命が本当に日本っていうのは軽く見られてるのかなと思って、その思いだけではなくて、本当に現実的にきちんと生きていけるだけの整備を整えて、それからもうこういったことを、ね、二度と起こしちゃいけないし、やっぱりチェルノブイリじゃないですね、今度内部被曝の問題一体どうしていくんだろうって、ね、でとにかくやってることが聞いたからなんとなく小先で泥をかき集めてじゃあどうするんだろうとかね、なんかやってることがその場しのぎのことで、なんか本当に、まあ、皆さん感じてると思うんですけどね。で一番変わらなきゃいけなかった、もちろん僕たちは変わらなきゃいけないんですけど、何しろ一番変わってほしい政治がとにかく変わらないっていうのが一番腹立たしいですね。何も勉強してないんじゃないかあいつらっていうのはね、やっぱりそれが一番残念な思いしますね。そこへこう政治所詮あまり期待してたことはないんですけどね、ここまでダメかというと情けなくなっちゃうんですね。そういったことがこれからどんどん改善されていくことへの期待だったりだとか、もしくはもう3月11日今日で1年になりますけれども、今後もこういった活動を続けながらっていう、もともとが私のはどちらかというと福祉職、それ精神科の方の仕事をやっているので、そちらの方の支援っていうのがやっぱり、まあ、仲
今まで継続してね、長くやらなきゃいけないだろう。これ去年の事故、この地震が起きた時に、とにかく僕らが考えたのは、とにかくこれは1年2年で済む問題じゃなくて、かなり相当期間かかるだろうからということで、そういった意味では長くね、福島の問題もそうですけど、やっぱり被災者支援っていう、コロナケアを含めて、やっぱりかなり長くね、やらなきゃいけないかなと思いますね。コロナケア、確かに精神科が専門。精神科、ソーシャルワーカありがとうございました。違うところにいれば多分いる、通るらしいです、ね、はい、そういう感じでして、でもともと参加する意思があってこちらにいらっしゃったっていう、福島の方に行こうかなとも思ったんですけれど、ちょっと予定、他の予定もあったもので東京の方に。お住まいはどちらなんですか？住まいは、国立なので東京の田舎の方。どうしてこの静かに抗議するデモに参加しようと思ったんでしょうか？多分一番気持ちが近いのはここだったのかなっていうことですね。いろんなところでデモ行われている中で、その静かに伝えていきたいっていう気持ちが高まったという。いつもはそうでもないんですけど、今日やっぱりちょっと特別考えなきゃいけない日かなと思いまして、なんというか、そう、震災のあと、本当はもっといろいろ変わってて良さそうなものなのに、実際そうはなってないんですよね。原発のこともそうですし、はい、あの震災の直後にこれじゃちょっと世の中まずいんじゃないのかなって思った、いろんなことがなんか結構元に戻っちゃってるんで、それはやっぱり、亡くなった方にどう顔向けできるのかっていうところがありますよね。この3月11日の1年目を節目として捉えて、やはり何かしたいなっていう気持ちで、自分の気持ちを整理する節目ぐらいにしか私にとってはならないのかな。別に何かできる人間じゃないんで。そうですね。でもやっぱりここでちゃんと何がまずいって思ったのかって思い直して、ありがとうございました。頑張んないとなっていう。メディア、IWJ ってことなんですか？アシスタントで今日いろんなところでデモがあるので、それを全部中継しようという、はい、プロジェクトで。救われましたっていうか、 IWJ さんのおかげで原発やばいとか
すごくなんか政府の対応が遅れてるっていうのが分かって、すごいなんか目を覚まされたきっかけでした。はい、やっぱりあの既存そのメディアに対して、はい、なんかこうこれってちょっとおかしいんじゃないんだろうかって思うようなことがあったりだとか、そういったことから IWJ に走った感じですね。あの NHK の報道が3月11日の 1,2 週間後かな、原発がやばいってどんどんなり始めてからがガラッと変わったんですよね。原発関連の話を全然しなくなっちゃったっていう、その中でしっかり伝えてくれるのがやっぱり IWJ さんのいわゆるあのダダ漏れ放送だって、あれの中であれを見ながら、ユーストのTwitter のチャットとかでかなり情報交換して、それでもあのどんどんこれはまずいこれはまずいってなってデモにも来るようになったっていうことですね。インターネットメディアが今どんどんこう盛り上がってきてますけれど、はいはい、もうどんどんこれからもどんどん本当にもう既存のメディアは食っちゃってほしくて、そこが一番変わらない原因じゃないのかなって思うんですよ。やっぱりなんかすごい圧倒的な力で押されるじゃないですか、大手の、読売とか朝日とか NHK とか。ちょっとね、なんとかしないと、普通に暮らしてるとどんどんなんか引っ張られちゃうっていうか、大手メディアが言ってるのが正しいってことにしちゃっていいかみたいになっちゃうんで、そこはもう本当に私も個人も頑張らなきゃいけないし、今頑張られてるジャーナリストの、はい、もうそう頑張り続けて、まあいただくしかないっていう、ちょっと苦しいですけど、はい、そんな感じで。お話ありがとうございました。今後も頑張りますので、ご支援よろしくお願いします。私から怒ります。あ、大丈夫ですよ。これ、はい、よろしかったら。これは何でしょうか。仲間口で、これ何でしょうか。ハイロを頼むです。ハイロ、はい、被爆労働者の待遇改善を求めているような感じのチラシでして、まあ、廃炉って簡単に言うけど人間が手でやるんだぞというところですね。あの意識して考えていこうっていうような感じです。これご自身で作られたんですか。あ、何人かで、はい、こういうあの、はい、活動は3月11日より前から続けていてっていう。これはもう今ポットで、で、はい、でも4月1日からあの線量リセットされちゃうとかいろいろあるので、ぜひ興味持って少しでもマシになるようにしないと人を死んじゃうんでそういう感じで。一緒に作られた方々は今日別のデモに参加されていたりとかは、はい、別のデモの方で同じものを配ってます。はい、どうでもない。原発事故がきっかけでいろんな思いが変わっていったという。はい、いろいろ活動、はい、ぜひお仲間で、はい、ありがとうございます。失礼します。だいぶ大通りに出てきました。IWJ なんですけれども、お話伺っても大丈夫ですか。今日はどういった趣旨でこちらのデモに参加されたんでしょうか。この被害者の賠償問題を、まあ、自分も
まあ、今でも賠償されてないというのはすごく問題だと思ったので、まあ、その主人に賛同してということです。どちらからいらっしゃるんですか？あ、東京、板橋です。はい、この賠償問題に関してご自身もケアをされていないっていうのは今回の震災のことに関してですか？原発事故で、まあ、避難を余儀なくされた人がいる中でその人たちに対する賠償っていうことですね。こういったことに対する思いが高まって今日はこのデモに参加しようという、まあそうですね、まあ、いろんななんというか細かく見ていけばいろんな問題が重なっていると思うので、あの、まあ、他にもデモありますし、まあ、今日一日どうやって過ごすのかっていうのは結構自分でも悩みましたけど、まあ、自分の今の気持ちに、まあ、合ってるところだったということです。今日一日っていうのはこの震災から1年経ってこの日に何がやっぱり気持ちを示す、それはやっぱりありますね。はい、数あるデモの中でこの静かに抗議するっていうものが一番自分の気持ちにリンクしていたっていう思いですか？まあ、静かにする必然性は必ずしもないと思いますけど、まあ、そうですね、そういうこともあるかもしれないです。賠償問題っていうものが一番気にかかっていて、だったらここにしようということですか？他の問題ももちろん大事だと思いますし、まあ、どれを優先にするかっていうのはすごく難しいと思うんですけど、まあ、一つ賠償問題っていうのはやっぱり事故を起こした側が責任をまだ認めてないからこうやって今でも補償がされてないっていうことだと思うので、まあ、結局この問題もまあ原子力発電所をなくしていくためのまあ必要なプロセスの一つだとは思っているので、まあ、どれが一番大事かというのはちょっとまだ難しいと思いますけど、今すごい興味深かったのは起こした側が認めていないから保証が整わないっていう言葉だったんですけれども、やっぱりそのまずは罪を認めてそこから先に進んでほしいっていう気持ちがありますか？まあ、そうですね、罪っていうとすごく強い言葉ですけど、まあやっぱりその責任はあるだろうと、まあ、それはまあ消費者側としての僕らの側にももちろんあると思いますけど、それを今すぐその具体的な形として実行できるのはもう政府とこの東電という企業しかないわけですから、まあ、僕らにできるのはもうこうやって訴えるしかないということだと思います。お話ありがとうございました。ですけれどもお話を伺っても大丈夫ですか？IWJ って何でしたっけ？インディペンデントウェブジャーナルっていう岩上康美さんが代表で活動しているインターネットメディアの、はい、ありがとうございます。今日これも今この様子もユーストリーム中継で流れているんですけど、はい、よかったらお話伺えないかなと思いまして、どうぞ。はい、どうして今日はこちらのデモに参加しようと思ったんですか？私にとってはあの2回この福島 の避難してる人たち、自主避難の
人たちを含めての対応が後になっているということでは2回目なんですね。そしてその今日あの主催者であります松さんという人のしている、タマウォークという国立中心のところには所属してて、でそれで主催者も知っていましたし、この趣旨にはあのやっぱり非常に考えなければいけないことだと思ってましたので、あると知ったときはすぐ参加することを決めました。この趣旨としては、その疎開されている方々だったりとかに保障制度が整っていないということに対する、デモ行進ということだったんですけど、そうですね、それとあの避難をだから強制的にあの地区を決められた人は避難しなさいということじゃなくて、自主避難の権利っていうことをあの認めるようにってことをしてますし、あとはそのそういう人たちのため の法律を作るように、市民の人たちから動いてこれから動いていきたいということで、あのでも始まる前に挨拶があったんですね。だからそういうことも含めてやっていく必要があると思います。その強制的にではなくて自ら進んで避難という道を選んだ人たちに対する保障ということは、選ぶ権利とそれをあのケアしていくだけのものが欲しいという訴えだと思ってます。あのそういうふうに理解しています。私はその法律 の細かいところまでは理解してないんですけれども、当然なことだと思います。なぜかって言ったら、この事故の最初の時からもうあのきちっと対応ができてればこうはならなかったことがいろいろあって、政府とかあと所属官庁の人たちは全然あの情報を与えることもできなかったし、いろいろ後手後手になったわけですね。でその中でだからもう非常にいろんな面で政府のやることには不信感も出たし、情報もないし、避難するしかないということで避難した人もいっぱいいるわけなんですね。だからそれは当然しなければいけないことをしてなかった政府はちゃんとしなければいけないということだと思います。でいろいろとこう世の中に対して強い思いがあってっていう気持ちになった方々は多いと思うんですけれども、1年経って今日を迎えて今後どういうふうにご自身は活動していこうという思いがありますか？まずですね、あの原発のことを通じて、政府とそれから官僚というかその、経済産業省とか他の文部省も全然働いてないというか、あのひどい対応してたということが分かって、私たちが持っている政治のレベルとはこういうものなのかと愕然としましたので、原発のことも含めて自分たちで変えてもっと良い社会にしていきたい。そうしないとこれからの若い人たちがかわいそうだと思うので、原発のことも含めてもっとあの自分たちのレベルでいろんなことを声を上げていくことをしたいと思います。自分たちで活動したいという思いで、やはりこういったデモのような行動というのはとても大事なことだと思いますか？大事なことだと思います。それは当然あの、国民というか人々の権利としてあるわけですから、なぜか日本ではそれをするしちゃいけないことみたいに捉えてたのはずっと間違ってたわけですよね。だから当然いろんな方法はありますけど、でももうその一つとして当然したいするときはするものだと思ってます。先ほどの何故か日本ではそのしてはいけないことだっていうような、はい、雰囲気が流れているとおっしゃったんですけれども、今日もいろんなところでデモが行われていますけれど、その中でやはりいろんな人が参加して今後こういった活動も偏見を持ってやるものではないんだというのことを伝えていければなっていう気持ちでいらっしゃいますか？ああもちろんです。だって他の国でも市民がデモをしたり力を持ったりしたことで体制を変えたことは変えた国はいろいろありますよね。ベルリンの壁から始まってとかもっと前から、だからそれはごく当たり前のことだと思います。ごく当たり前のことがみんなにこう伝わって社会が変わっていくことを
私も期待します。はい、お話ありがとうございました。一緒に参加しようっていうことでいらしたんですか？どっちも参加するって分かったから、だったらたまたま、たまたま偶然、まあ、いやデモには行こうと思ったけど、どこに行くか分からなかった。そうそうそう。もうじゃあデモに行くつもりはあって、そのたくさんある中からこちらを選んだっていう。なぜこちらのデモにされたんですか？これの前に仕事があったんですけど、そこから一番近いというなるほど、それが現実的な理由。それから趣旨もいいと思って、静かにというのもありかなと。そうじゃないのも今まで言ってたりもしたんですけど、それからなんか趣旨がね、いいと思ったんです。この静かにっていう、そう、最初の職場から一番近いところに決めたっていうことだったんですけれど、今日はいろんなところでこうデモが、いろんなところでデモが行われていますよね。こういったおそらく1年前までは想像つかなかったようなこういう出来事が起こっているっていうことに対して、この1年前から1年この今に変わったなって思うような部分はありますか？変わったと思う。はい、日本が。日本が、はい、まあ、少なくともデモをやって歩いていて、周りの人の反応が違うと思うんです。今までは最初の頃なんてなんかいないみたいな、うん、そうね、今日は見る人がいてびっくり。最初は完璧に無視されて、なんか方々が随分なんか分かるようになってきて、その人がすごいなんか疑問を持ったりね、それから意見を言うようになった、変わったと思いますね。そう、大きく変わったところがあったり、あとはもうあまり進みが遅いなと思うようなところはありますか？進みが遅いなって、まあ、人間の人の意識っていうのはやっぱりなかなか変わらないもんだなとは思います。人の意識っていうのはこういう活動に対する意識だったりだとか、今後変えていこうということに対する意識だったりだとか、具体的にはどういうことに対してそういう気持ちを感じますか？変えていこうっていうことがすごく、これなんだろう、すごく変わった人は変わったし、変わんない人は変わんないっていう、そういう、それはそう、両極化してるような気がする。自分の生活のみが興味の対象って人もいっぱいいるし、なんとかしなくちゃってね、みんなと一緒に行きたいって思ってる人も増えてきた。はっきりしてきたね。そうですよね。これはもう両極化しているっていう言葉があった通り、白か黒かみたいな感じでこう分かれきってしまっている。分かれきってるわけじゃないけど、なんだろう、やっぱりね、考え続けるってことはすごく難しいことなんじゃないですか。すごい、うん、だからもうなんかとりあえずどっちか決めてしまいたいっていうことなのかなと思う。確かにこう考え続けていくと行き詰まってしまう、どうしてもこうクリアできない問題みたいなものが見えてきてしまった時に辛い思いを抱えて、だったらといってこう手放してしまう、そのせめぎ合いみたいなところ、ご自身は感じたことありますか？ありますよ。そうですね。いろいろ。でもここでこうやはり考え続けるのをやめないで、うん、進んでいこうと思えたのがどういう意思で。そうですね。まあ なんだろう。それなくしたら人間としての尊厳が欠けるじゃないですか。奴隷になってしまう。やっぱり自分のことは自分で考えないと答えが出なくたって必要だと思う。おそらくなんですけれども、活動していない人だったり、活動を具体的にしていなかったりだとか、あとはその活動している人の中でもその迷ったり悩んだりする気持ちはあると思うんですね。でその
しんどいけれど、でもやっぱり考えることをやめず、でこの先に進んで自分ができることを探していくっていうことをしたいけどできずにいるグレーゾーンの方々、それは、はい、いますよ。でもね、まあ、グレーゾーンが普通ですよ。それはつまり白黒じゃなくて考えてるっていうことのいろんなバリエーションの中に、まあ、白黒じゃないよね。そこで世界めちゃめちゃ、やっぱりたまたま11日今日は動けたけど出られない人もいるし、なんていうか、まあ、それぞれ人それぞれが置かれた条件があるから、まあ、そのことをこう、あの、そのことも含めて他者を考えるっていうことがすごく必要だなと思います。グレーゾーンの方々が入ったとかね、うん、罪深さとかそういうのを考えないでやることはできないものだと思う。でもそれでも、まあ、一番私自分で変わったと思うのは、決めなくちゃいけない時はあるということですよね、うん、決めなくちゃいけない時がある。その決めるってことを決めて行動に移すっていう、その、まあ、これはそうやっぱり例えば去年の今頃っていうか、まあ、13日14日のあたりだったら、果たしてここに自分はいていいものかどうか、動くか動かないかっていうことは結構やっぱ大きな分かれ目でしたよね。グレーゾーンでこう思いがあるけれども動けずにこう踏みとどまっている方々にメッセージがあればぜひ。あの、動いてしまえば案外動けるもんだという、動いて行き詰まってまた、うん、ね、その時は立ち止まって、いいんで、そう、休んだって言うわけだし、そうそうそう。だからなんかもっと自分の行動を自由に考えたらいいと思うんですよ。なんか自由になったわよね、あの、なんか不思議なことにね。お二人ともすごくいい表情していらっしゃって、ブルーの帽子があと可愛いですね。お話を伺いありがとうございました。はい、こんな、渋谷に戻ってきました。元の神宮前通り公園です。失礼しました、神宮通り公園です。一周回って戻ってきました。じゃあ今から、とりあえず、どうもお疲れ様でした。この中でデモは初めてだったって方っていらっしゃいますか？じゃあそうしますと、普通のデモ、他のみんな声出すデモに参加された方が今日初めてで、恋の大デモに参加されたってことでしょうか。あの、僕も含めてちょっと本当、まあ、主催している自分も戸惑いながら歩いたんですけど、皆さんいかがでしたか。なんかご感想言っていただける方がいらっしゃったらどうぞどんどん。まあ、話題なんですけど、黙ってても注目度は高かったので、まあ良かったかなっていう感じがします。ちょっとあの、なんか大きい声とか大音量でのデモっていうのはしんどかったので今日はこっち来たんです。他の方いかがですか？道を歩いてる人がなんか他のデモに比べてプラカードに何て書いてあるのかっていうのを結構見ようとっていうか、じっと見てる方が多いなっていうのもっていうのと、私の方も歩いてるのに夢中にならないので、歩いてる人たちがどういう反応をしてるのかっていうのを気を使って見ることができました。はい、こんな感じ。何か
次の時には後ろの方に一番前と同じくらい大きな文字の線材があるといいんじゃないかと思いました。そうですね、いろいろ街道というのがいっぱい見つかります静かに抗議する。でもプラカードを用意すればコンセプトが明快になるって、さっきエリカさんから指摘されまして、全くそうですね。やってみないとちょっと何が大事なのかちょっと分かんない部分があり、手探りで申し訳ないんですが、他の方は須野瀬君どうですか。まあ僕はみんなに聞こえて、今日ですね、まあ静かに抗議することだけじゃなくて、まあ他の表現ももちろんあっていいと思った中で、まあここに来たので、そういう意味では今日こういうデモは、まあ、むしろ効果的に、まあ、そのメッセージを伝える手段の一つとしてすごく良かったんじゃないかなとは思いました。まあ、さっき言われてたみたいに、その他の要素がない分、まあ、掲げられているメッセージだとかに注目が集まるという意味ではすごく良かったんじゃないかなと思っています。多分、まあ、このやり方ですと多分本当にビジュアル文字伝達だけしか方法が自分たちから選んでないわけですから、でそういう意味ではその文字を見てもらえれば成功だと思ってました実は。であえて本当にこのやり方についてちょっと自分でもまたいろいろ考えなきゃこと多いなと思いましたけど、先ほどの出発前にちょっと説明で、補足しますと、実はこのやり方の一つのアイデアとしてあったのは、昔映画で見た、黒人の公民権運動のデモです。それも一番人種差別がひどい60年代のアラバマ地方でのデモで、まあ、それ映画の中ですから厳密にはフィクションなんですけども、そこで公民権を求めるブラックアフリカンの人たちは黙ってて、プラカードだけ掲げてずっと黙って、しかもストリートの端から端まで行ったり来たりと、同じ所ずっと行ったり来たり黙って歩いてたんですね。で、ちなみにそのプラカードの文字は、I am man なんですね。私も人間だと。で、それは結構、なぜかずっと強い印象を残していて、街頭で本当に切実なものを訴えるときに、多分それはもう声もなくてもいいんだっていうのは思ってました。でまたどうなんでしょう、これ声があった方が良かった部分もあるかもしれませんし、声がなかったゆえに歩道を歩いている人がこの問題を真剣に受け止めてくれたかもしれません。ちょっと僕が言える問題ではありませんが、そうですね、また皆さんも多分打ち返ってまた違う感想を抱くかもしれませんし、とにかくとりあえずちょっと意図とした通りのことはやれたと思います。歩道の方の視線は比較的真剣に見てくださっていましたし、実は僕昨年の10月郡山ででも行ったんです。でその時は本当に本当にすいません、本当に、ね、思い出すたび泣きたくなっちゃうんですけども、本当に歩道の人が、例えば本当にどっかのお店の人が従業員全員ずっと歩道の方に出てじっと見てるんですよ。もうデモに賛同してるのか反対してるのか分かんない、どっちとも言えない、もうただもう食い入るように見てるんですね。で
今日ちょっとそれに近かった感じがあるんですね。で、別に手振ってくれなくてもいいと思ってました、今日は本当にこのデモが。ただ、1年前のあの事件の重みを一緒に共有できれば、もうさのそこから何を考えていただくかも全く自由で、ただ本当にその重みをある程度共有できたんじゃないかと思います。本当に今日どうも、こんなおそらくあまりないようなデモに来てくださいまして、一緒にデモを一緒に作れたことをすごく嬉しく思います。どうも本当にありがとうございました。で、デモとしては一応これで終わりで、ただ本来僕はキャットストリートをデモ申請で通そうとして、まあ、時間切れで通せなかったんですが、プラカードを持って歩く分には構わないというか個人の行為なんで、お咎めないということを一応その時の話になりましたんで、僕はちょっとまあ横断幕がさすがにちょっと厳しいんで、僕もプラカード持ってあっち方面歩いて、それで行きますので、僕は国会前のアクションに参加いたします。で、この場では言っていいかもしれませんが、国会前ではちょっと、まあ、別のグループ東電前アクションというグループのメンバーと一緒にまあ、映像を流そうと思ってます。路上で。旦那さんは今どちらにお仕事で？ドイツに今行ってるんです、仕事の出張で。普段は東京に住んでるんですけど、うんうん、そうなんだ。バイバイされちゃった、はい、さあこれから始まるアクション、皆さんで楽しむのもいいですよね。思いを伝えて、はい、ください。バイバイ。バイバイ。あ、はい。バイバイ。バイバイ。なんだろう。なんかちょっと先頭の方に戻っていきたいと思います。配信できてます。声が。なんか。もしかしたらアーカイブがうまくいってない。あ、本当ですか。こんにちは。今警察の方が整備してます。こんにちは。 IWJ なんですけれども、今ユーストリーム配信中でお話伺っても大丈夫ですか？大丈夫ですか、はい、今持ってらっしゃるこれはどちらで来たんでしょうか？これはこちらで用意していただいて、主催者の方々が何時ぐらいに到着されました？何時だ、ここにいいですか？ここには20分ぐらい前で、その前ずっと更新をして、1時間ぐらいかな、更新をして。3時ぐらいかな、更新ね。今日いろんなところでデモ行われてるんですけれども、どちらのデモに参加されたんですか？はい、ヒューマンチェーンの。ここがまあ先頭ということなんですけれども。自身の先頭ぐらいですね。なんか向こうからもこう来たみたいなんで、続々人が増えてくるっていう。そうですね、はい、今日このデモに参加しようっていうのはもうずっと前から決意があってこちらに来たんですか？ずっと前でもないんですけど、うん、でもやっぱりこういう3月11日はなんかこう特別じゃないですけど、やはりなんかこう家にじっとしていられないので、なんかしらこうできることって変なんですけど、やはりこう気持ちを訴えたいなっていう思いがあって来ました。こういうデモに参加されたりだったりとか、アクションを起こすっていうことに対する意識っていうのはやっぱり3月11日の後に芽生えてきたものですか？そうですね、実際初めてなので、こんな本当に私たち団体とかにも属してるわけではないので、個人で本当に参加してるので。この情報はどこでご覧になりました？フェイスブックですね、はい、旦那さん一緒で、はい、
初めて参加されるということなんですけど、その初めてっていうことに対してためらいだったりだとか、勇気だったりだとか、そういったモチベーションはあります、うん、ためらいはもちろんありますし、やはりこうデモっていうのはなかなか日本ではこうまあ、団体とかに属してないとやらないことですけど、でもやっぱり原発についてはどうしてもなくしたいっていう気持ちはあって、それがなかなかやっぱりこう一人でこうやっててもなかなか伝わらないかもしれないけど、こういうふうな形で意思表示をちゃんとするっていうことはやってもいいんじゃないかなっていうのがあって、はい、普段はどちらにお住まいは？どうぞ。あ、すいません。清水工場で日本で最初の瓦礫の受け入れが残念ながら始まってます。私たちは千葉なんですけど、両親が福島で、それで放射能というと、やっぱ放射能がなければなっていうのはありますね。地震は全然問題なかったんですけど、3月11日 の事故が起こる前から脱原発っていう意識は持っていましたか、それともやっぱりあの事故をきっかけにこれはっていう思いが深まってっていう。事故きっかけですね、うん、事故がきっかけでこの原発事故に対する意識がおそらく日本国すべて皆さん改まったと思うんですけど、そういった中でやっぱりこの参加する人と、まあ、参加できない、しないっていう人たちといて、うん、参加する人としない人の境というか、意思を表示するしない の違いみたいなものを感じたりしますか？感じますね。どういったところでそういうものを感じますか？でもやっぱり歩いてても普通にこうね、地震があった時でも普通にこう生活してる人たちっているわけじゃないですか。でもどうなのかな、僕の場合はね、うちの両親がそういう、まあ、ある意味人災ですけど、それあってやっぱり考えたんですけど、やっぱ自分でそういうのがないと普通の生活ですよね、きっとね、うん、例えばどんなにこう頑張れ頑張れって言ってもやっぱり痛みってあんまり感じてないのかなっていうのは思いますけどね。この、ま、意識がそこまでこう寄り添えないというと言葉があるかもしれないんですけれども、人々に対してもっとこうなればいいのにだったりだとか、それも仕方がないんだろうかとか、そういう感じることっていうのがもしあればおっしゃっていただけると、私は結構やはりもう本当に皆さんなかなかこういうふうな形でこう参加できなくても、やっぱりいろんな面ですごくあの震災以降、特にあの原発以降、いろんな形で皆さん絶対に生活が変わっているのは明らかなので、特にやっぱりこうお子さんがいるお家とか、あとや食べ物を気にするっていうのはよくあることですし、やはりそういう人たちがどんどん増えていく中で、気にしていなかった人たちもどんどん気にするようになってきてると思うんですね。だからやっぱりこういう形でこう何かをこうしていくっていうのは、続けていくっていうのはすごく大事だし、また今回のようなこうヒューマンチェーンをして、でそういうものがこういう形でも大きく報道されていけば、やはりそこでまた心を動かされていく人がいると思うので、まあ、賛否両論あると思いますし、私は参加しないっていう人もいると思うんですけど、でもその参加しない人はそれに対して別に反対っていうことではなく、こう黙って見てくださってるっていう、今日も更新しながら横でこう見ている方も黙って見ていらっしゃる方もいれば、一緒に原発反対っていうふうに声を出していただく方も結構いらっしゃったので、私は参加してよかったなって思います。こう動いていくっていうのが大事っていうと本当に簡単な言葉になってしまうんですけど、無関心というか何も知らずにそのままっていうのではなくて、報道している人たちがいることによって、まあ、それを見るだけでもやっぱりこうユーストリームで配信していろんな方が見ていて、それはその人たちが参加してはいなかったとしても知っていくっていうことが、うん、はい、そう思います。今日はお話ありがとうございました。お願いします。
もうちょっと先の方まで行ってみます。どんな感じですか？主催者の人は。こちらが先頭となっております。失礼します。でここが先頭ですね。すでにたくさんの人々が集まってアクションを待っている状態となっております。こんにちは。すみません、IWJ なんですけれど、はい、もしよかったらお話を伺お二人どうぞ。そんな大丈夫、照れないかな。話しかけたらかじゃあもうみんな一緒にそんなすごい手、すいません、なんかむしろ大丈夫ですか？もうぜひぜひ一緒にお話。今日どちらからいらっしゃったんですか？私は世田谷役ですね。時は江東区で。お二人は違います。偶然習っただけ。同じ仲間ですからみんな、はい、まあね、同じ敷地に住む人間として。どっかへ行かれちゃいました。あの方は野球の日の千葉の方ですけど、こういう運動に、ね、熱心でね、はい、いろいろ今日この会の前にドイツ の、 第4の、何でしたっけ、革命という映画を、ね、見まして、その後こっちへ参りました。もともとここに参加するつもりで、今日のスケジュールは、はい、そうですね、3月11日ですし、年寄りでもお天気が良かったから、あ、来られるかなと思って伺いました。どこでこのアクションの情報をご覧になったんですか？はい、周りの人たちが割合多いのに熱心で、はい、それで聞いております。私はインターネット。インターネット、うん、今インターネットが結構ね、なんて広まってるというか、あれ深く見ますだったじゃないですかね、フェイスブックでね、ツイッターとかね。こういうアクションだったりデモだったりに参加するっていうのは初めてか何回か？初めてじゃないですね。もう何度か。もう何度も。私も、はい、何回か参りました。それはもう震災以前からこういう活動はされていてっていう感じですか？チェルノブイリの原発の危険性がね言われてて、その後ちょっと、下火になってるけれども、チェルノブイリの時も。そちらの方ですか？はい、そっちの時は参加してませんでしたけど、最近はね、いろいろと、はい、娘たちも運動してますし、その話なんかをよく聞かされまして、年寄りでもできることはしようかなと思いました。今日娘さんはいらっしゃってますか？体調悪くして今日来ておりませんけど、みんな家族のみんなでそういう話もされたり、いや、しておりますね。ちょうど3月11日、今日で1年経ちますけれども、はい、どうですか？そうですね、それを直接でしたら、この行動につながってね、原発のことは昔からは心配してましたけど、ここまでね、なるっていうことは、この事件にあって、やっぱりそうだったんだとかね、今まで読んだ本で、高木仁三郎さんですか、あの人の本読んでて、これはひどくて、やっぱり気をつけなくちゃいけないと思ってたのが目の前に展開されているので、やっぱりもう8時過ぎても出られることは言えることは言った方がいいかなとは思ってます。はい、いや別に菅首相の時が脱原発の姿勢比較的明確にしてたと思う。発電と送電を分離するとか、安全性をきちんと確認するまで運転しないとか、野田政権になってその点が後退したことに対して若干危惧を覚えています。はい、
今日は国会前で思いの丈を出してください。はい、行きます。電話があったので、はいはい、確認してください。はい、ちょっといいです、私がマイク持ってます。もしもし、お疲れ様です。あ、はい、様子を伝える感じですか？あ、じゃあ、どなたが伝えたら違うな、はい。はい。はい、分かりました。はい。あ、なんかスタジオのマリさんとお電話がつながるそうです。要するにつながるはずだけど、スタジオも見てみてください。どうしよう、私うまくできるかな。もしもし、お疲れ様です。今、はい、はい、あ、大丈夫です。スタジオで流れるってことですか？はい、はい、はい、じゃあこれ一回切っちゃった方がいいですか？はい、知らん、君も分かる。はい、はい、はい、もしもし、あ、どうも、こちら今国会前に来ております。はい、あ、こちらこそお世話になりました、ありがとうございました。もう、はい、千代田線出口の1番を出たところ、あ、3番ですね、失礼しました、出たところで、ここが先頭になっております。もうすでにアクションが始まっている状態で、皆さん声を大きく張っておりますね。この後ですか？おそらく他のデモ隊も続々登場してくると思うんですけど、先ほど到着した時はまだ50メートル先ぐらいまでしか列ができていなかったんですけれど、どんどんと人が流れてきている状態なので、たくさんの人で囲んでいくことになるんじゃないかと思います。そうですね、の方もいらっしゃるんですけど、千葉だったり埼玉だったり関東近辺の方々が先ほどお話を伺ったのでは多かったですね。はい、はい、今日はお母さんと一緒に来たということだったんですけれども、学校ではこういった話はするのみたいなことを問いかけてみたところ、原発に対してはやはりあまりみんな話しないけれども、大人になっていけば分かることだから、それを別に嫌だとも思わないし、こういうことを参加することも抵抗もないような感じでしたね。あれはなんかもらったそうです。誰がくれたのかっていうのはちょっと分からなかったんですけれど、そうですね、あまり殺伐としていなくて、どちらかというと前向きで、何ですかね、温かい雰囲気かなと今は感じました。年配の方もいらっしゃれば、お子さんもいらっしゃいますし、お話ししている方々も声かけてみて、一緒にいらっしゃったんですかということを伺ってみると、いや、さっき知り合ったばっかりなんですよというようなお話も伺えたりしたので、もう皆さん同じ思いを持って集まった同士という仲間というようなイメージでこちらで声をかけ合ってるみたいですね。
そうですね、初めてデモに参加したっていう方もいらっしゃれば、まあ、もともとこういった活動もしているし、3月11日の後にこういうことに気づいていろんなことに参加するようになったっていう人も様々でした。はい、ありがとうございます。あ、スタジオから中継してみましたが、もう多分おそらく今はもう通常チャンネルの方に戻ってますので、アクションも始まっているのでこの様子を見ていただければと思います。ちょっと先頭の方から下って、今どれぐらい人が集まっているのかっていうのを見ていきたいと思います。今すぐ止めろ、危険な原発を今すぐ止めろ、危険な原発を今すぐ止めろ、今すぐ止めろ、なんとか切り返してくれて。こちらまでは戦闘集団の方の声が届いていない状態みたいですね。ちょっと、こちらから戻ってくる方がもしかしたら主催者の人かもしれないですね。お話を聞いたら、とりあえずね、国会に向かっています。皆さんの力で国会合意成功することができると思います。今1万人以上の方がこの国会合意に参加しているというような状態になっていると報告を受けています。寒いですがもう少しお待ちください。あ、すいません、1万人以上の方が先ほどのデモパレードにも参加されて、ちょっとお話してる会長なので、入り公園に入ってですね、こちらに向かってます。1万人以上の方がこの国会合意に、参加される予定ですので、我々の力で、国会の思いを届けることが成功できると思います。国会は我々国民のためにある、この思いをぜひ皆さん届けるじゃないですか。歩いていきます。とりあえずどんな感じですか。はい、いや、それプレッシャーだな。でもちょっと先頭の方の声を出しているような様子はないですね。もしかしたらこちらまでどんなことをやっているのかっていうのが届いていないのかもしれません。でまた全然こう人がどんどん増えていっている状態のようなので、最終的には1万人以上ということを先ほどアナウンスされておりました。はい、ちょっと、もし、こんにちは、IWJ なんですけど、今、ユーストリーム配信中です、もしよかったらお話伺いたいんですが、皆さんで、もう大丈夫です。今日は皆さんでいらっしゃったんですか。そうですね、はい、みんなで参りました。というか、別に何というわけではないんですけれども、みんなで来た、みんなで歩いたという。たまたま会った。たまたま会ったんですね。今日待ち合わせをして一緒に行こうって言ったわけではなくて、自然に、こういうデモというかこういう行動があるよというのがあって、それで、来たらば会ったというつながりですね。もともとこのデモに参加するっていうよりは何かあるかなというのを探していて、やはり今日は3.11 ですので、何らかの、行動をちょっとやりたいと思っていたんですが、やはり東京では、こちらの東京大行進が、いろいろとアピール的にもよろしいかと思ったので、私はこちらに参加したわけなんです。3月11日から今日で1年になりますけれども、この1年間の間でご自身の中で何か変化だったり思うことだったりがあればおっしゃっていただけると。
そうですね、自分自身は地震の時は会社にいて、会社が揺れて、その後帰宅困難というほどでもないんですけれども、歩いて帰ることができた、そういうのからすると、本当に被災者の皆さんですとか、そういった方々、の方々のことを考えたらもう全然なんてことはないとは思うんですが、ただやはり自分の中で、報道ですとかそういったものを見て、あとはそれこそ IWJ さんですとか、そういったものを、見ていろいろな、この国の問題ですとか、それからあとメディアの問題ですとか、あとは原発事故その後の、ことですとか、ですから、皆さんへの鎮魂というのも当然ありますし、あとは、何も変わっていないこの国への怒りってものを、胸に、歩いたつもりです。こういうアクションを起こすことによって世の中にどんな影響があるというか、どういう期待をしていますか？これで何かがすぐに変わることはないと思うんですけれども、それまで私たちがあまりにも何も言わなすぎたという部分はあると思うんです。ですから、言ったからといってすぐに変わることはないですけれども、言わないのではなく言うことで何かが始まればいいなとは思っております。参加する人、参加しない人、様々なんですけれども、その参加するということに対するこう意識だったりだとか、今後こういう活動を続けていきたいというような思いがあれば。参加することをしないこと、それで参加することで逆に批判もあるし、参加しないことで批判もありますけれども、それはみんなそれぞれだと思いますので、それによって何らかの批判というのが起こるとは、僕は不自然であると思います。こういう活動、そうですね、活動というほどのものではないんですね。本当に、それこそたかだか、休みの日の数時間、デモなりなんなりでこうやって、活動を行うというのはもう活動のうちに入らないぐらいだと思うんですけれども、ただそれでも自分の中で、こういうことをやって、少しでも、声といいますか、そういったものが届けばいいなと思っております。それぐらいこうフランクな気持ちでいろんなことに参加していくことっていうのが、やっぱりこう周りの人たちに対してもいい意思表示になるんじゃないかなと思うんですけれど、気持ちとしてはもうその大きいことをやっているっていうわけではなくて、もうただただっていう。そうですね、特にそれで、ということ、本当大きいことをやっているという気は特にございません。むしろ本当に、わずかですけれども、こういった行動が何かにつながればいいなという、そういうちょっと願いというか祈りというか、そういう気分なところはあると思います。お話ありがとうございました。出会った IWJ 班、IWJ 班と会ってしまった。で今どちらで、八の方々はどういうルートで来てますか？もうちょっと遅れていくのが来ます。はい、小林さんたち、小林さんあっちから来た感じです。なんか今こう行っていこうかなと思ってるんですけど、向こう側からこのまま行っちゃいますか？はい、このまま僕はこのまま続けてくので、はい、運用かなと思います。はい、アクションが始まってますので、その様子を見ていただければと。先ほどまではこのぐらいまでだった人がもうずっと先の方まで続いていますね。声を大きく主張しているところもあるんですけれど、
あ、うわ、本当だ、すごい、あちらの方見えます、はい、行きましょう。だいぶ先の方まで人が集まってきてますね。向こうはもうあのデモ隊のような音楽も聞こえてきてます。ちょっと最後尾の方まで行きながら、車が、はい、あ、じゃあ、お話聞いてもらって、すいません、あ、すいません、 IWJ なんですけど、お話伺っても大丈夫ですか。そんな譲り合わずに、ぜひ。あ、じゃあ、いやいや、僕はいい。子供がね、はい、2人もいらっしゃるんですか。あ、そうなんですか。ちょっとネタ的にちょうどいい。いやいやいや、あ、そう、はい、埼玉から、はい、埼玉から、え、皆さんはあのお友達さんで今日は何目だ、今日はどう、どこでこの情報をご覧になって参加することになったんですか。ツイッターです。ツイッターで、はい、そのアクションが起こる前からこういったデモだったりとかそういうことは続けてました。3月11日よりも前からこういう活動を。あ、ま、だ、ああ、以前は、ね、来てない、何も一回もないですね。やっぱり被災、から事故があってこういろいろなものが変化して今ここに至るっていう、あの事故が起こった後にご自身に起こった思いだったりだったり、その日常生活だったりの変化があれば教えていただけると。僕も、いや、僕は子供がいますから、はい、それが全てです。あ、もう子供のために、はい、お住まいはどちら、埼玉、僕は埼玉、皆さんは、あ、東京の外れの東京です。もともとお友達で、でこういうことが起こってっていう感じですか、それとも活動していく上で出会った、活動というよりも、あ、そうですね、はい、彼とはデモですね、デモ友です。でもともって新しいですね。いや、普通、あ、普通、そういうメルトモみたいな感じで言っていく。でもとも1年間こういろいろなものを見たり聞いたりしてきて、今後こうしていきたいなっていうようなご自身のその生活周りだったりとか、こうなっていってほしいみたいな思いがあればおっしゃっていただけると。まだ全然仕事も終わったわけじゃないので、まだまだこれからやっていかなきゃいけないことがある。本当に、行けるときはこういうの参加した方がいいのかなって、周りの人とか全然、今原発が 2基しか動いてないんだよなんて言うとすごく驚かれたりもしますしね。すごくなんていうか情報の行き渡ってないのをすごく感じますね。うわ、あ、いやいや、はい、スタッフ、行きます。ありがとうございました。はい、シャイな方も中にはいらっしゃいます。そうですね、こうそんなに曇ってはないんですけど、小粒の雨が先ほどから降るようになってきました。ちょっと大降りにはならないといいなと思いながら、もうだいぶ本当に先の方までぐるっと回ってる状態ですね。でもこうなったら行けるかな、こっち側をちょっと見に行くと、そうですね、なるだけぐるっと、ここは六本木通り、今警察によって規制されている状況でですね、包囲をでかい状況になっています。ぐるっと取り囲むことはできない状態になってますが、人はすごく集まってきてます。ちょうど向かい側に人が、あ、ここが先ほどの先頭からの最後尾がこちらですね。渡れるのかな、渡ってみましょう。
ん人が来てますね。はい、どんどん進んでください。ちょっと警察に。向け反対回りに進んでて、誤解を多いです。はい、どんどん進んでください。国会を、時計の反対回りに進んで、どんどん早く歩いてください。いや、でもスタッフって書いてあると200万人ぐらいの方が参加してるそうです。ちょっと聞いてみましょう。すいません、あ、 IWJ なんですけど、今ユーストリーム中継中で、もしよかったらお話伺っても大丈夫ですか？歩きながらで大丈夫です。ちょっと今日は、デモからいらっしゃった感じ？はい、デモから参加しました。どちらのデモに行かれる？日比谷の公園に集まるあの東京大行進ですね。お二人で？そうです。あの友達他にもいるんですけど、あの一回トイレ行ったりとかして、でまた国会で集まろうみたいな感じですね。二人は、はい、友達です。はい、こういった活動ですかね。でも参加したりっていうのは大体行ってますね。でも大きいのがあると、はい。じゃあもう3月11日より前から行っていいですか？そうです。あのデモは高円寺の素人ならんのデモが最初なんですけど、あの音楽をやってるので、あの3月11日以前からそのライブの時にこう原発のことを書いたチラシを配ったりとか、そういうのは地道にやってましたね。一緒に、はい、一緒に、はい、今日あの震災からちょうど1年経ちますけれども、はい、この1年間の間でご自身の中で何か変化だったりだとか、それともあの変わらずに持ち続けている意思だったりがあれば教えていただけると。あの変化というか、やっぱり何もかも変わっちゃったというか、むしろそういうふうに思いますけど、やっぱり原発のことを気にしてたっていうのもともとあって、その国の在り方とかその政府のやり方がすごく嫌だなって思ってたのはもともとあったんですけど、特に3月11日以降はいろいろ隠したりとか、命を守るつもりがちっともないんだなって思うような動きがすごく如実に現れてて、だからもう動かずにはいられないっていう状況になってきたと思うんですよね。だから何が変わるかっていうより全部変わっちゃった気がします。ちょっと住むとこも変えたいなとかいろいろ考えたりもしてるし、そんな風に思います。同じ気持ちでいらっしゃいますか？全てが変わってしまったので、これからどうやって生きていこうかなっていうのはやっぱりこれからの自分の中での課題だと思ってます。お話ありがとうございました。あ、そうですか。今6ちゃんで配信されています。はい、何かメッセージあればカメラに向かってどうぞ。いや、今ちょっと急にメッセージでっていうのは変わるけど、でもまだまだ何も終わってないと思うので、みんななんていうんですかね、こうお互いにその分断されないように、みんな隣の人たちと自分のすぐそばの人たちとつながって、協力し合うような社会になっていけたらいいなというふうに思っているので、皆さんぜひ仲良くしましょう。すごい素晴らしいメッセージありがとうございました。失礼します。はい、もう並列されてもう並んでる状態ですね。何かの方々はろうそくに火を灯してます。これはおそらく主催者の方々にが配っているものだと思うんですけど、紙コップにろうそくを添えたものを持って火を灯しております。ちょっとハマってしまいましたね。臨場感あるデモの様子を見てみてください。一番初心者なのに食べらなきゃいけない。どれだ？もう2、3人前のなんかツイッターかなんか見てるかな。あ、見ながら行ってる感じですか？あ、ちょっとなんか気になる。そうですね。あっち側に行ける？行けない？もう強引に行くしかない感じですね。あ、もうアクションも、
いやでもすごい。あ、でも動いた。もう間違いない。ちょっとハマっちゃいましたね。ごめんなさい。ちょっと失礼します。そうですね。あ、ちょうど止まってるのかな。ゆっくり待ってください。いや、最後では。大体お待ち。あ、そうなんです。ちょ、一歩だけ。はい、あ、確かに。はい。ちょっと一歩入れた方が。正面ぐらいの、そう、今の水源はここで昨年の浜岡原発の止まって以来海江田万里さんが中部電力の社長と津波対策さえすれば再稼働をしてもいいという約束をしたがということで、今1000億円かけて方々の岩盤の上、砂山の上に18メートルの膨張壁を建てる、これができればもう万全だというバカなことを言っております。しかもそれを国が後押しをしている動きがある。私たちはこんなことを許しません。今静岡では滝の嵐をはじめ大勢の市の議会が、あるいは区長が、再稼働は許せない、廃炉だという動きを強めております。ぜひもうあの徳島の二の舞に浜岡をしたら、もう日本は潰れます。日本が潰れるだけない、私たち日本人は世界中に顔向けができないことになります。仕事をしない、それしかやることはありません。とにかく森原発のこの3、4、5基の停止をやめさせ、再稼働させないというところで、皆さん一致して頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にそうだね。怖いなんて、あいつら人の税金使って何一つ作るっていう話だよね。本当ね、事故を起こしたやつと揉み消す一緒のやつなんだから、そんなんなら安全な世の中なんか作れないで。おー、びっくり。じゃあ次は、はい、次々行ってもらいます。行っていいの？はい、この様子他のチャンネルでも確認できますので移動します。雨がだいぶ降ってきました。そうですね。